大蛇の近闇市と上条製薬は片付けた。渡りガラスも無事撤退できた。天球士の成婚計画は実に残念だ。空の律者という貴重なサンプルも失った。しかしこれほど大事になるとやはり見て見ぬふりはできぬようだ。デュランデル、やっと姿を現したか。孫主、デュランダルが空の律者を連れて行きました。追跡班の報告によりますと、その目的地は北アフリカ、崩壊に破壊された無人都市です。その場所は過去2年間で十数回の異常崩壊エネルギー増幅反応が観測されています。あの無人都市は第二の神の鍵の実験場に違いありません。出発しよう。僕たちにはやるべきことがたくさんある。それともう一つ、15分と36秒前、不安定な状態にあったイオス号エンジンと接触した後、キアナ・カスラナが初めて自身の意志で空の律者形態になりました。崩壊エネルギー指数はシーリンのものとかなり差がありますが、彼女の羽化はすでに開始したと考えられます。彼女をいかがなさいますか？彼女のことは僕が決める。承知しました。空の律者の力が虚数空間にも干渉可能なのは疑うまでもない。すぐそこまで近づいている。残るは時間の問題だ。主教様、基地がヨルムンガンドの襲撃を受けました。敵数がかなり多く、計画的な行動です。また空の律者がこの隙に逃げ出しました。早急に見つけ出します。しかし神の鍵を守る必要もあり、私一人ではとても厳しい状況です。ヨルムンガンド、このタイミングを狙ってくるとは、相手も随分と用意周到だね。今はまだヨルムンガンドの目標がわからない。まずは第二の神の鍵を守れ。あれをヨルムンガンドの手に渡すわけにはいかない。 K423 に関しては逃がしていい。遠くへ逃げてくれるほどいい。K423 が離れない限り、我々とヨルムンガンドに交渉の余裕はない。保険はかけておいた。彼女が天命の監視から逃れることはできない。こちらの要件を処理してからでも探すのは遅くないさ。承知しました。あなたはまだ不完全だということです。あなたでは自分の力をコントロールできません。空の律者、するべきことをする、それがあなたの責任でしょ。メイ先輩、